リンゴルフの皆さん、東京都出身上竹なるみです。はい、こんにちは、カメラマンの山ちゃんです。今日はリンゴルフが今やってるリンゴルフフューチャーズトーナメントで、昨年12月の最終戦で優勝した上竹なるみ選手に来ていただきました。会場は千葉県松戸市にありますロックスゴルフシミュレーションスタジオです。ここは松戸駅から徒歩10分くらい で、飛距離アップ系のなんかレッスンとかもやってるみたいで、ちょっと興味がある方とか近い方はぜひ、概要欄にホームページとかも貼っておきますんで見ていただけたらなと思います。ということで今回はリンゴルフフューチャーズトーナメント優勝者のクラブセッティング紹介とアプローチ、これをやったらすごいなんか良くなったみたいな練習方法があるって、はい、あります。さっき聞きました、はい、はい、それと飛距離アップした練習方法、この3本を紹介していきたいと思いますんで、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。2本目ということで、はい、最近やってる練習というか、ハマってる遊びなんですけど、お遊びね、練習じゃなくて遊びね、はい、遊び、いいじゃん、はい、をちょっと紹介っていうか、やってみようかなって思います、うん、はい、はい、いつもそのなんか秘密基地っていうか人がいないとこで普段やってるんですけど、人がいないとこで遊んでるんですか？そう、人がいないとこでひっそり遊んでるんですけど、やばい人なんか、はい、フェース思いっきり開いて、うん、で、ロブショットなんですけど、でもなんか本当抜くっていうか、思いっきりフェースが自分の方こうやって向く感じで、うん、イメージで振ると綺麗に抜けると本当ポンみたいな、すぐその辺で、結構割と振ってもその辺でポンみたいな感じで、うん、たまにできるんですよ、うん、でも今日はちょっと人工マットだとちょっとバウンスちょっと弾いちゃって、ちょっと上手にできないんですけど、なんかこんな感じでやってるよみたいなのはちょっとやりたいと思います、うん、できない、もう一回やろうかな、お、割と今みたいな感じで打てると、なんかその辺にポンみたいな芝生の上だとたまにできます。なんかこれを最近ちょっと遊びでやったら、ラブショットとかも結構自信持って試合とかでも使えるようになって、あとなんかボール、そのロブショットだとこうちょっと手前から入ったりするとなんかやっぱ飛んじゃう、やっぱボールとフェースの間に芝が入るとやっぱ飛んじゃうじゃないですか。で、前が昔そういうのが結構多くてあんなに下手だったんですけど、そのロブ結構割とうまく打てるようになったら、その入射角っていうか綺麗にこう直接打てるようになって、アプローチとかスピンとか結構かかりやすくなったんで、遊びがてらやるとおすすめです。あのロブをあのフリップ幅でやるのは、うん、結構こう安定しないと難しいじゃないですか。難しいですね。だからそれがやることによって普通のやつが、はい、簡単になるというか。そうです、簡単になるんで、なんか難しいことができれば簡単なやつでこう、ちょっと気持ちが楽になるっていうか、できるんじゃねみたいな、なるんで。確かにね、はい、確かにね。で、なんかでも僕もたまにただ単に高く上げて、練習場だと屋根ちょっと出てるじゃないですか、はい、1階から、ある意味当たんないかなぐらいの感じで遊ぶ時はあるんですよ。わかります、わかります。私もよく言います、こう当てちゃう時あります。そうです、はい、そうで、だけどなんか本当数発でやめちゃうのね、うん、だけど実際その遊んでる時はどのくらいやってるんですか、はい、本当なんだろう、気分っていうかあくまで遊びなんで、なんか悔しい、納得するまでとか。そうです、基本納得するまで、うん、で、本当できないときはあ、もういいわみたいな感じで他の練習したりとかもしますね。今日ダメだみたいな、はい、今日ダメだみたいな、いや、他の気分じゃないし他の練習しようみたいな感じで
気分屋なんで。まあまあね、なんか誰もが言ってる練習方法ではないからね。あ、そうです、そうです、うんうん、でもなんかそれやってたら、はい、それが調子いい時は、うん、なんかこう全体的にアプローチが調子、はい、いいんじゃないみたいな。調子が、はい、あと手首が結構柔らかく使わないとやっぱ上手にできないので、手首の使い方とかもなんか良くなりました。前ほんと硬くて全然できなかったんですけど、バンカーとかもほんと下手だったんですけど、スレッドラバンカーとかも上手になりました。うん、なんかあのそのフェースをこ自分の顔側に見せるのって、うん、手首をこう返さないと無理じゃないですか、はい、そうバンカーもやっぱりこう、うん、振り切らなきゃいけないのに、はい、振り切れない、まあ、ちょっとアマチュア側の、はい、あれなんだけど、はい、はあるあるで、それをやっといて自信つけると、うん、バンカーもそれでいいじゃんになるかも。そうですね、バンカーも本当ロブもほぼ一緒っていうか、まあ、同じような感じなので、バンカーも上手にこう球ポンって高く出るようになると思います。じゃあちょっともう一回やってくださいよ。もう一回やってください。あ、遊んでる感じ出してください。遊んでる感じ、もういいわってもういいわもういいわできないからとか気分嫌です。今のはどうなんですか、気持ち的には、心の流れは。なんかそんなに悪くはないんですけど、でも何球目でしたっけ、最初の2球目の方が一番、あれは結構100点ぐらいです、割と。今は最後は60点ぐらい。なるほどね、じゃあ100点出るかな。トップしました、うん、難しいんですよ。それさ、はい、あの一人でやってる時さ、はい、今のトップだとさバーンっていっちゃうじゃん、はい、グリーン周りとかでやってるとさ、はい、うわ取りに行くお弁当みたいなさ、なりますなります。なるよね、誰みたいな、もうやめとろかなみたいな、やっちゃったみたいな、ね、はい、自分のせいなんだけど、はい、みたいな、自分のせいなんだけどみたいな、なんであそこまで飛んじゃったんだろうみたいな、めっちゃなります。ちょっと難しい、できないです。できないです。ちょっと諦めちゃいました。じゃあ時間がかかりそうです。100点での。そっか、まあ出したしね、最初に、ね。そう、1回出したんで。ね、あれはそう、はい、なんか起きたと思って、はい、そう、あれちょっと生で見たかったね。あ、そう、確かに。本当になんか回転かかってて、ぼーっと遅かったから。はい、そうですよね。そう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 、結構割と。よかったと思いました、1球出てほっとしました。そう、確かにね、芝じゃないから出づらいかなみたいなこと言って、ね、はい、そう言ってたり、はい、うん、よかったです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあそんな感じで練習場でもふわっとまではいかないけど、うん、確率高くこう当てられるようになったら自然にこうアプローチも、うん、はい、上手くなるんじゃないかなって、はい、上達します、絶対にこれは、はい、はい、出ます、はいって感じで、はい、2本目は終わって、はい、3本目飛距離アップ、はい、ちょっと聞いたんですけど楽しみなんです、はい、これはね、あのね、びっくりしたんですよ。ぜひ3本目も見ていただきたいと思います、はい、感じで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。